ハピキャン。おぎやはぎのキャンプファッション、愛用しているグッズをはじめ、ありとあらゆるお役立ち情報がまとまっているアウトドア情報サイト、ハピキャンでポチッ。これ4枚同じプレートがありまして、うん、裏表で外って書いてある方が、うん、外側に来ます。あ、うん、分かりやすく外にしてくれてるのね。そうそう、そういうことなのね。もう小木さん組み立ててますね。合ってる？だって俺分かんない。全然ねえすか。こういうもんだろう。ですね、まあ、やってみます。分かんないけど、大体こういうのほら、今までも説明書見ないでさ、やらされてきたからさ。まずはやってみる。そう、まずはやってみて、はい、まずはやってみましょう。これ難しいな。でもちょっと違うのかな。最後が難しい。最後力技だね、これ。そう、確かに。え、これで、パワー、うん、あ、来ました。やったー。あ、ダメだ。あああもう、崩れた。できない。もう俺もできないよ。ちょっとパズル感覚で。これよく子供ができるな、これを。まあ、ちっちゃい子供とか難しいんで。できた。あ、できた。やった。あ、こういうことね。これもうこれ、あ、いいです、いいです、それでいいです、いいです。これしょ、で最初に入れちゃう。ここまでできるのよ。はいはいはい。こっからの力技ができない。すごいちっちゃいね。ん？これでやるんですね。ね、これを入れる。はい。ちょっと入れて。すげえプレッシャーが来て。あ、今入っ、一回入ったのにずれた。あ、あ、来たじゃないですか。入ったよ。結構な力で入ったよ。あ、来た来た来た。やった、入った入った。できました。じゃあ、よいしょ。かわいいこれ。良くないですかこれ、うん、ちっちゃいね。ちっちゃいよ。軽いし、荷物にならないんで。できると愛おしいですね。はい。じゃこれテトラができたんで、これで火を起こす燃料を集めに行きたいと思います。集める。はい。もう燃料なんてキャンプ場行ったらこの季節、秋はもうその辺にある落ちてますんで。はい。だまあ子供に今何が燃えるとか、まあ、こういう濡れた木は燃えにくい、煙が出るっていうのをちょっと学んでもらおうかなと思いまして。はい、まあでも好きにいろいろ拾って試してもらっても。なるほど、はい、そうだね。素晴らしい。お父さん、親も頑張りすぎずに楽しめるファミリーキャンプを体験中の一行。プレゼンキャンパーはキャンプを筆頭に釣りや登山などアウトドアをこよなく愛する俳優の金子貴俊さん。そしてゲストはキャンプ初体験、人気 YouTuber で2児のパパでもある東海オンエアの柴湯さん。ここからは金子さんが子どもたちに体験させているという耳焚き火台での火起こしをするため燃料集めです。あ、これね、松の枯れ葉ね。はいはい。こういうの、こういうの、こういうのがすぐ燃える。もうこの辺いっぱいありますよ。ちっちゃいからな。こういうのだって燃えるもんね。燃えます、燃えます。こういうのやってきたから今までは。はい。お、蜂蜜だ。蜂蜜です。蜂蜜だ。蜂蜜じゃないよ。木の蜜ね。蜂じゃないから。こんなちゃんとあります。うわ、糸。木の蜜な。これ、蜘蛛の糸もこれ。これでも燃えるけどさ、すぐ消えちゃうね。はい、こんな感じ。まあこれ最初の焚き付きみたいな感じで、これでつけて、うんうん、つけて、まあだんだん大きい木に。大きい木にあんなに入れんの、あの中に。まあちっちゃくしてですけど。あ、はい、まあ、この辺の。でもこんなの。うわ、でけえ雲だ。ちっちゃい枝とか。もう集まったよ。もう集まって。簡単な、ここすげえ。ちょっと早くないですか。突っ込んだんじゃないかってぐらいすげえあるもんだって。あ、この辺ちょっとすごい。それそれ、タランチュラ、タランチュラだ。いや、何？本当に？あ、ついてついて。ほんと急いでやめてください。何それ、殴ろうとしてるのか俺を。お前怖えよ。何急に武器持って。怖えな。脅かすと棒持つんだ。びっくりする。怖い怖い。苦手なんですよ僕。さあ集めました。集めた。集めたよ。じゃあ戻りましょうか。タランチュラ。いや、ヤギが言ったから。いや、このとこにタランチュラいるわけないだろ。本当に。ほら、こういうの、こういうの。
こういうの持ってこれ持って持っていくんだよね、もうね。これ一本じゃない、はい、ほら、作戦してんだから行こう。あー怖い。あそこ犬のションベン。犬がションベンしてるから。それならいいっす。あ、それならいいのね。それならいいっす。オッケーですかね。オッケー。燃料が集まったところでいよいよ各自火起こし開始です。そうしましたら、じゃあちょっとこれ配りますね。はいはい。じゃあこれ矢作さん、すいません。はい。とライターでーす。はい。支給されるんだな。はい、どうぞ。すいません。刑務所みたいだな。はい、すいません。はい、どうぞ。はい、そうしましたら、うん、まあ、燃えやすいものからですね。これね、はい、はい、こういうのをこれもう、ね、入るサイズに入れて、よいしょ。ちっちゃい松ぼっくりもあったからね、いっぱいね、ありましたね、うん、これかわいい。やっぱ油分含んでるんで燃えるんで、うん、ちっちゃい松ぼっくりかわいいな。よいしょ。痛えな、痛え。何言ってんだよ。痛えっつって。よし、よいしょ。あ、でもそういう皮とかもいいですよ、燃えやすいんで。お、いいっすかこれ。はい、ただはみ出てますけどね。はみ出てる、なんでそういうの気づかないの。え、はみ出てったらだって無理だろう。無理なんですか。なんでそのオブジェみたいにしちゃうの。やっぱそこが枝の方向に火が伸びてきたりもするんで、はい、あ、危なくなっちゃう、ね、はい、ある程度のサイズにこれを。なんかだいぶ野生味出てきたじゃないですか。出てきたよね。朝の時とは違うよね。はあ、ちょっと楽しくなってきましたね。各自焚き付けを準備したら、あとはライターで着火するだけ。これなら子供でも簡単ですね。すげえ。よ、行くんすか。お、行くよ。お墓参りの匂いがする。あ、皮膚規模あった。これ燃やしたところで、その後何するのこれ。そうなのよ、確かに持続できないもん、これ、これしばらく火燃やして、子供たちが遊ぶんです。あ、この上に何か乗っけるとかないの。はい、あ、でもソロキャンプでしたらこれでご飯炊いたりとか。これで、はい、これに固形燃料乗せてメスティンとかでご飯炊いたりとか。この中に固形燃料置いたらもうただの旅館じゃないか。そうだよ、もう旅館の旅館のやつよ。まあこうやって遊んでりゃいいんだよな。そうです、こうやって遊ぶことで、まあいい肥育になるかなと。まあ確かに火は教育にいいっていうからな、うん、ああ、うん、まあ落ち着きますしね。そうだね。うるせえ、うるせえな。と、あーす、芝生さん、それもついたら一気にすごい来ましたね。すごそうですね。確かにその木、結果いいな。その太い木、最終的には、なんか、そう、まあ、こっちさ、本当にさ、もうどんどん入れなきゃいけないから、はあ、でも子供たち入れるのが好きなんで。ああ、そっか、はい、あ、それがちょうどいいサイズなんですよね。待ってらんないもんね。はい、あ、やばい、単独が来た、俺は。どんどん、ね、どんどん燃え、そうなんです、燃えるから。かどんどんこうやってやりたいんだな。ええ、よし、まあでもいいっすかね。はい。なんだかんだで取りに行ってる。すげえよ。確かにしばらくこれで遊んでられるな。うん、そうなんですよ。そう、なんだかんだやっちゃうんですね。黙ってずっとなんだかんだやっちゃう。やっぱ火を絶やしたくないんだな。うん、人って。そう。自ら取りに行くもんな、やっぱ。は。すげえ。ああ。すげえぜ、うん、よし。あれ、渋谷さんどこ行った。めっちゃハマってんじゃないですか。あれすげえハマってるぞ、あれハマってんな。本当はなあ、渋谷の火消えてるよ。え、火消えてる。マジですか、マジですか。やっぱちゃんと育てて。ああ、持ってきたじゃん、すっげえ持ってきてる。そういうの大事だな。あー、いいね。あ、いいっすね。だこんなちっちゃくても本当矢作さんみたいにもあんなにあんないけんだ。いけますからね。いけんだよ。すげえ。これやべ。もう一回掘ってこよう。
もういいだろう。いやいや、楽しいさ、もう。ああ、いいっすね。楽しいな。やっぱり、いや、いいよね。一人一個っていうのが最高っす。そうなんですよ。はあ、楽しかった。本当楽しかった。楽しいな。本当楽しい。確かに。本当こんなんでいいんだな。これできちゃうんすもんね。こんなちっちゃいやつでさ、燃えちゃうんだから。楽しいよ。火に親しみ、火を学ぶ。火育を通じて、焚き火の良さを実感できたみたいですね。じゃあ皆さん、火が起きたところで、さすがにこのテトラで夕ご飯作るっていうのは今日この人数だと厳しいので、別の焚き火台でまた火起こしを。また火起こし、あの夕食用の、これはちょっと火育ということでちょっとしたお遊びで、まあね、なるほど。でもこれでもう芝居さんね、いけますよね。ま、また消えちゃったけど、芝居だけ消えてないんだ、やっぱ煙ばっか出すんだよ。火出さねえで煙製造機、簡単なのにこれ。まあいいか、もういいよ、はい、うん、じゃあ焚き火台を、よし、ここ真ん中ですかね。わ、かわいい。まだこれこちらで火起こしをしたいと思います。いいね。じゃあちょっとリベンジじゃないですけど、ちょっと火起こしを芝居さんにこれで今学んだので、これ今度大きいんで、もう勢いよくいけるんで、はい、こんなちっちゃいのにできなかったやつができるのかな、それ。いや、大丈夫です、大丈夫です。いきます、いきます。リベンジだな、芝居。もうでも容量分かったもんね。頑張ります。ということで、大きい焚き火は芝雄さんがチャレンジ。うまくつけることはできるのでしょうか。あ、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ芝雄さん、ファイアスターターで。あ、やってみよう、それで。それやろう。いいっすか。楽しいよ。じゃあ、つきやすく、もう行っちゃいましょう。半分ぐらいでいけるかな。いけちゃう、いけちゃう。え、けじゃん。これ朝のブラン、あ、朝紐とかをこうやってほどくとこういう感じになるんですけど、で、ここにこのマグネシウムっていうのかな、これ何回かこうやると削れるんですよ、はい、でこう削って何回かここら辺にちょっと溜めて、はい、そこに一気にこうウィット、え、グッと、そう、ほら今の火花、あれ、この火花をつけるの、この火花をつけるのよ、これをここにやるとブワーってつきますね。はあ、ちょっと信じられないな。なんかいいな、ついたら楽しいよ。だけどいいっすよ、嬉しいな、連れて着替えがあるね、信じられないなと言われると、ね、いいね。最初マグネシウムを、はい、削って、ちょっと立てた方がいいかもしれないです、ね、削るのね。あ、そっちですね。すごい、そっちを立てんなよ。しょうが、これを、はい、立てて削ってた方がいい。立ててこう削っていく、はい、あー、音がすごいすごい、そのお茶だな、この音ですね、黒板のやつ、もうちょっと力入れて、黒板と同じなんですか、これ。それ黒板と全く同じだな、音が全くじゃないよ。まあでも大丈夫だよ、削りました。まあいけますかね、いけちゃう、いけちゃう、まあ、火花、火花、やってみましょう、火花。こういう風に立てて、こうやってやった、はい、こういう風に立てて、はい、うん、そう、それでグッと持って、じゃあいきますよ、うん、そう、火花がそういけるように、うん、あ、いける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 。もうなんで屁ばっかなんだよ。出た、なあ、出るんすよ、ね、すごいな、本当に溜まってんだろう、ゲップできなくて、まあ、腸がね、活動してるんですね。あ、いい、それ何回か、おー、いいね、あっ、あっ、いけ、おー、おー、うん、今度芝居が屁こいた時にそれやってさ、こうシャッシャッシャッそれでちゃんと燃えるかどうか。おー、今ので、いや、いけそうですよ。うまい、うまい、いける、いける、お、いけ、もうちょもうちょ、いける、いける、いける、お、いけるよ、それ、うん、いける、いける、いいよ、うん、シャッシャッシャッ、もう行かないのも不思議でしょうがない、それあ、もう行っても、ここでやればいいか、いいよ、それでもいいよ、そうよ、それでもいいよ、つい行くんだけどな、最後まで、絶対自分でつけた方がいいから、うん、そう、頑張れ、俺たちいくらでも待つ、待ってください、あ、お願いします。なんで。ああやばい。ああ、じゃあちょっと座っておくか、とりあえずも。やってみましょうか。関係ないんで、火希望。よし。
もうジャッ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 て。こんなに作らなかったっけな。いやいや、もっと簡単に作るはずよ。今だからそこ行ってんだもん、ちゃんと。すげえ、こっちが燃えてきたよ、今度。本当だ。やっと。時間差で。どうだろう。違う。へじゃない、へ。へか。へよ、これがぐわーっていったら、メタンガスが。すげえ。すげえよ。こっちが急に今、ぐわーって火を燃え出すから。やめるぞ、ドリフみたいなやつ。違う、こっちこっちみたいな。こっちです。こんなきつかったっけ、これ。いや、なんだろう。行くと思うんすけどね。なんでできないんだ。ついたよ、バカ。ほら、ほら。こんなよ。こんなすぐ行きます。違うんだよ。もう俺たち結構つけてきてるから。うん、悔しい。残念ながら着火はできなかった芝生さん。代わりに火は大きく育てていきます。いけんじゃないですか。あ、いいかもね。すごい強くなった。オッケーオッケー。うん。ああ。いいですね。いけるいける。今強いから大丈夫今。はい。もう大丈夫ですね。そう。邪魔しないでくれる？俺らじゃあ火起こしも完了したので、うん、ここから夕食を作りましょう。はい。はい。じゃあまずは、うん、今日は、うん、おでんを。あらまた。おでん作りたいと思います。されたこと言うね。すごい。これはこれから寒くなってきますし、うん、そしておでんって作るの実はめちゃくちゃ簡単なんですよ。あら。で子供食べんのも美味しいですし、親もつまみとして食べれるので。そしてもう一品あるんですよ、今日作るの。はい。ちょっと待ってください。今日ホットケーキ作ろうと思いまして。かっこいい。でかすごい。でこのフライパン、この焚き火台とそれ用なんだ、あの同じメーカーなんで合うんだ。フィットするんですよ。うわあ、かっこいい。なのでこれでホットケーキを作ってもらおうかなと。でまあこちらのフライパンなんですけど、直径が46センチ。でこれパンケーキ18人分相当が作れる。食えるかい。まずこちらがパンケーキチーム、ね、パンケーキすげえな。こちらにありますんで、やってやりますよ。あの作り方はですね、袋の裏に書いてますんで。袋の裏に書いてある。はい、それを見てあのやっていただけたら。親切なんでしょう。書いてあるもんね。これだね。あ、そちらです。これだね。そこに書いてある、はい、ホットケーキミックス。だいたいその大きい袋を2つ使って作っていただけたら。これとこれ。はいはいはい。大きい一つを。大きい一つを、はい。これこんなに使うの。はい。すごい。贅沢な、また。ねえ。グリセリンとか入れなくていいんですか、ね。まあ、グリセリン入れない。これダメダメ。で、我々はおでんはあのもうストーブで。あれね、レオね。はい、あれの焚き火コッカーでやりますんで。じゃあ我々ちょっとあっちの方移動しましょうか。よし。簡単に作れて家族みんなで楽しめるという2品を作るため、担当に分かれて作業開始です。おでん楽しいよね。俺もう実は鍋で一番好きなおでんだからね。あ、本当ですか。もう飽きないですし、飽きない、まあ、ちょっとこういう、うん、こう味噌だれみたいな。お、そんなのもあるんだ。あ、いいね。やったり、まあ、こういうね、柚子胡椒とか。ああ、そうなんだ。そしたら子供も美味しく食べれるし、親もつまみとして。はいはいはい。俺今まで考えたことなかった、おでんに柚子胡椒。いい。いや、もういいんですよ。でこれも入れるだけなんで、はい、めちゃくちゃ簡単なんです。確かに簡単だよね。はい、もうこういう練り物は入れればいいんで。練り物も。で今も大根とかもこういうのが売ってるんで。わー、そうなってんだ。まあ、こういうの使わない場合は、僕なんか家でも大根だけ下茹でして持ってきたりもするんですけど、あとこういう卵とか。卵も楽ね、もう世の中こんななってんだね。もうそうなんですよ。主婦が楽になってんだな。親も楽に料理。はい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 。おでんの作り方はとっても簡単。水に
おでんの素と具材を入れて煮込むだけ。これなら親も楽できますね。一方、ホットケーキ担当の2人は説明書の分量に従いながら仲良く作業を進めているようです。ここは混ぜすぎないらしいです、と、ここで今、第二子の子供の名前がまだ決まってないんですよね。まだ生まれてない？生まれたの？生まれてないです。生まれるの？そろそろあと3週間ぐらいで。男？女？男です。どうしよう、名前決めよう。じゃあ今、うん、今ですか？今バッと目に入ったもんでいいんだよ。焚き火。おう、いいじゃん。チェロキー。柴田チェロキー。柴田チェロキー。せめて伸ばさないでほしいな。チェロキーがいい。チェロキーがいいか。チェロキーがいい。チェロキーの木をこう木地の樹にすればさ、はい、なんかキャンプっぽいじゃん。柴田チェロキー。早いですね。早いな、決まるの。なんか男2人でパンケーキ作ってるっていう絵もなかなかシュールですよね。なんかすごい仲のいい。なかなか男としてパンケーキね、食べないですもんね。これ混ぜてもらって。どうすか、大丈夫ですか？いや、大丈夫よ。いやでも大丈夫ですか？できるか不安ではあります。大丈夫ですか？いや、僕もちょっとこのサイズは作ったことないんで、うん、だって考えられない量入れてるもん。何人前ですかね？24人前だよね。いっぱい作っちゃってんの。でもファミキャンだったらね、盛り上がりますよね。まあね、そうっすね。いいな、今日は楽でいいな。色こっちの方がいいかな。どうかな、ここに色か。色のね。うわ、なんかでもすげえおでんっぽくなってる。よし、じゃあ乗せます、はいはい、ここに乗っけでしょ。よし、オッケー。よし、これは乗っける、はい、で、蓋をしてもらっていいですか？はい。で、これでもうあとはもう出来上がりだ。もうあとは、はい、待ってたら完成ですよ。なるほど。今回はここまで。次回、おでんの出来栄えに一同大感動。これちょっと相当うまいか。最高だなこれ。しかし、巨大パンケーキは想定外の結末に。じゃあ一回やってみるぞ。一回 やろう。こうなったら半分ずつやってこう。ちょっと無理だな。怖いよ怖い。さらに暗闇に光の群れ。一体何が？どうだ？あー！できてるよ。いいんじゃないですか？かわいい、なんか。